多い日で1日1000名をこなすという業務量になっております。どうしても紙っていうのはばらけた場合にその順番が前後したりとか、あ1枚ないとか、1人間違えて誰も気づかずにみんなが書いちゃったりとか、シーズンによってはアルバイトの方も多くなりますので、正しい書き方を教育しておかないと間違ってしまってもう一度やり直しみたいな。前は紙の書式があって点検者が点検をして承認する人を探しに行ってたんです。1回探すのに5分ぐらいかかります。旋盤の方に行ったり、あるいは板金交渉に行ったりとか、進めなきゃいけない目標によってフレキシブルにこう動くような方なので、探さないといけないっていうのがまず時間もったいないよねっていう。もうここにあるものはですね、全て国の規則に基づいてやらなければいけないものにはなってます。で、抜けてるとですね、点検をしたっていう記録が残らないっていうふうになりますんで、規則を守ってない、満たしてないっていうようなものになってしまいます。なので会社としたらそれはやっぱり許されるものではないと。車使えなくなるんですよ、行政処分って。ナンバープレートをですね、運輸支局に回収されるというかですね、バス走らせられなくなるんで運休するということもありました。ちゃんとやってないとこうなるっていうのが規則上あります。僕らがですね、挑んでる掲げてるミッション、ノンデスクワーカーの才能を解き放つ、現場で働く人たちの働き方をデジタルでアップデートすると。ただですね、紙なしはそのオフィスワーカーが自分たちのためにこう主導したこのデジタル化、それがそのまんま現場に当てはまるとは思っていません。情報の一元管理のやり方、 Google ドライブあればいいじゃん、そんなことはないんです。こういったことを現場起点で再定義する。紙なしの挑戦というのは、一言、オフィスワーカーが主導で進めたこのデジタル化の歴史っていうのをリデザインしていく、非常にワクワクする挑戦だと思います。僕の脳内のマスターだと、これってトランザクションデータなんですよ。こう毎回毎回一個ずつ取り込む必要はないっていう感じです。スケジュールがこれだと ABCD っていうのが、スケジュールに指示情報くっつくみたいな。紙なしは現場ドリブンっていうのをカルチャーに挙げていて、どんなユーザーが何に困っているのか、なんかその程度感みたいなところは現場に行かないとわからないなと思っていて、作業服着てて手袋して操作しているとか、1ラインにめちゃくちゃ人が並んでいるとか、湿度がめちゃくちゃ高いとか、なんか現場に行くとユーザーの課題の背景とか文脈とかがわかるのがすごく大事だなと思ってます。これはもう私が一人でこの手順というのは作りました。大枠なのは本当にすぐというかですね、最初の1日ぐらいで直感的に操作をするということができました。紙のファイルがそうだったね、順番っていうのがあるんで、それもこの画面上でその順番っていうのを再現するっていうこともできてます。普通、メールとかのサポートって送ったらこう数時間後とか次の日とかっていうふうになりますけども、トイレ行ってる間に来てたんでびっくりしたことがありますんでなんか怖いぐらい早いんですよ。見られてんじゃないかぐらい、いろんなサービス使ってますけどこんな早いのはないぞ